皆さんこんにちは、タイタです。さあ今日も一日エクスプレス編やっていきましょうか。さあ今日はついに2日目に入りました。3日間のねこの電車旅行なんですけど、1日目ではねシチューが盗まれる事件、そしてね毛布が取られる事件などがあったんですよね。しょうもなおさあ2日目は一体何が起こるんでしょうか。脅迫状の犯人を探さないと、6号室のポワンが何か新しい情報を知らないかしら。ポワンに会いに行くのか。ペンギンですね。探偵のポワンちゃん会いに行きましょうか。じゃあ、電話、メール来た。ちょっと待ってね。さて、GDM 第5号です。ゴロツキタウントゥデイ。本日、未明、占い師で有名なミステルさんが病院へ担ぎ込まれた。大丈夫？安否を気遣いファンが病院殺到。ところが病院側が発表したミステルさんの病名は食べ過ぎ。どうやら大好物のキノコステーキを8皿買い上げられたのが原因だし、食べ過ぎちゃうか？あーん、お腹いっぱい。自分の腹具合までは占えなかったようだなんだそれさあ、UK ショップ探偵団、今回紹介するのはトロピコアイランドにあるショップパラダイストロピコ。ゴロツキタウンを飛び出し無人島へショップを作った無謀ともいえるパイオニア精神に人々は驚かされた。誰もやらないことをやりたかった。次男坊だからですかねと笑う彼の顔は誇らしげに見える。そんな彼のコメントをどうぞ。お、俺が店長だ。 I am ショップマスター。店長は闘技場の大ファンだったようですでもすごいよね、あんなとこで無人島でショップ作るなんてすごいよ。さあ、お料理入門。さあ、お料理入門です。中級編。今日のこの手はピーチタルト。一口大に刻んだピチピチにお菓子の素を加えて焼き上げれば出来上がり。午後のくつろぎタイムにいかがですか。なんかお菓子の素で何かと交換だったよね、忘れちゃったけど。さて、編集後期 GDM は発行部数ナンバーワン、次回もお楽しみに。GDM しかないじゃないのここって。さあ、おはようございます。それにしても貝殻のピアスどこ行っちゃったんだろうって。まだ見つかってないんか。あそこは何ね。スクランブルエッグ食べたい。ボンジョー、気持ちのいい朝ですね、ムシュ。さあ、今日も美味しいお料理作りますよ。ふんふん、ずっと料理作ってんだよな、偉いよね。ほんといつもありがとうございます。よし、じゃあちょっと会いに行きましょうか、ペンギンちゃんに。はい、ということでこんにちは。今日なんだ。おお、どうした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 、なんかビビってんぞ。え、おお、ルイジ君いいとこに来ましたぞ。事件ですぞ。何があったの。サラリーマンさん。サラリーマンのあなた、ルイジ君のにも事情を説明してくれたまえ。どうしたどうしたなんかあっとしたんや。目うるうるしてるけど。昨日徹夜しなかったっけあんた。ああ、朝目が覚めたら私のカバンがなくなってたとです。おい、カバンがなくなってた。大丈夫かよ、ね、徹夜したんじゃなかったんかお前。大事な取引の書類と我が社の新製品が入ってるのです。あれなくしたら私はクビだ。やばいじゃん。まあまあ落ち着いて、その先が重要なんだ、ルイジ君に聞かせてくれ。何があったの。はい、我が社の新製品、ニトロハニーシロップ。すげえ名前だな。普通に使えば死んだ人も生き返っちゃうぐらいというぐらいすごいシロップなんですが、貝殻から取ったカルシウムと金をそのシロップと混ぜ合わせてしばらくすると、やばい、貝殻のピアスと金の指輪、なんと大爆発を起こすのです。おい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 、それこそこの列車なんか簡単に吹き飛ばすぐらい威力があるのですよ。もしも悪いやつの手に渡ってしまったらどうしよう。首どころでは済まない。どっちも今なくしてるけど、やばくねこれ。大事件やで。あなたのカバンから、カバンを誰かが盗んだ。誰だろうマジ犯人。昨日は確かにカバンはあったね。そしてこの列車はその間一度も停車していない。つまるところ犯人はまだこの列車の中にいますぞ。おお、冴えてますね今回。まあ当たり前だけど、うん、決まったルイジ君、ウェイトレスと2号室のマダムの話を聞きましたか。あー、聞いた聞いた。貝殻のピアスと木の指輪ね。2人とも列車の中になくしたものがあるのです。ウェイトレスがなくしたものは貝殻のピアス、マダムが流したのは金の指輪。やば、ルイジ君、これを盗んだ犯人はニトロハニーシロップの副作用をしてて、ピアスも指輪も盗んだとしたら、そいつこそ脅迫状の犯人である可能性が高い。さあ、ルイジ君、急いで犯人を探そうです。いや、あんたが探せよ。犯行に及ぶ前に探し出さないと大変なことになってしまいますぞ。いや、マジはあんたが探せよ。さあ、ルイジ君、探すのですじゃないんだよ。なんでお前が探さないんだよ。大丈夫か、クビになっちゃうよ。あれがなくなったらクビだ。サラリーマンの盗んだ、カバンを盗んだ犯人の手がかりを探しましょう。紙切れ1枚逃しちゃダメだよ。全部見逃すなってことだよね。分かった分かった。まあ、全部の部屋ちょっと一個一個見ていくか。まあ、犯行現場見てみるか、まずは。犯行現場。何も入ってない。犯行現場には、
何も残ってないのか。ダメか。ここには何もないか。何もないね。なんか聞いてない？昨夜ゴム兵一家車掌さんにも聞かなきゃね。おじさんおはよう。昨日もらったサイン大事にしてるよ。よかったよかった。昨日からこんなキリキンちゃんの機嫌がよろしいみたいだ。まつなんかいいことで渡せますね。教えてもらってないんだ。おお、ゴンザレス君おはよう。昨日はこんな歴のことを見れることで見苦しいところをお恥ずかしいね。まあ普通の人ですからね、この人たち。何も知らんかったわ。あー、マリオさん、怪しい人物見てませんよ。それから本日はリバーサイド駅に停車いたします。到着は夕方ですよ。今日はどうか泊まるんだ。まあ、食料の補充とかさ、ねえ、なんかあるんだろうね、いろいろと。燃料とかの補充とかわかんないけど。よし。ん？なんか紙ぶら下がってない？ここ。なに？え？なんか今紙ぶら下がってた気するけど、あれ？おかしいの。売店ようこそ。あら？なんか見逃してた俺。ん？よいしょ。これショップのマーク？この紙ってね、フラワーのやつが垂れ下がってるけど、このあったっけ。やっぱ俺が見逃す、間違ってるだけかな。ボンジュール気持ちの朝ですね、ムシュー。今日もずっと言ってんじゃんそれ。とりあえずいろんなとこいろんな人行ってくるか。昨日のディナーにもトロン様がいらっしゃったの。でもなんだかスクリーンで見た方がずっとかっこいいかも。どんなものなのかしらんって。現実とやっぱそういうの違うんやろな多分。わかれ、トロンなんかちょっと丸かったから実は偽物説とかない？なんかすげえクリスティーヌがちょっと嫌なやつとか言ってたじゃん。ねえ、あるかもしれませんね。お化けなんか見てないか、お化けくん。お化けくんもういないじゃないか。よー、びっくりした。床がドンとしたからビビっちゃった。ねえ。3号車誰だっけいるの？じゃあ、あ、出た。デブッチョだ。太っちょデブッチョ。こっちはっす。マリオさんおはようございます。食堂前やってましたか？昨日はほんの出来心で泣き寝言料理を盗んでしまいましたが、それがきっかけで、あのコックさんと仲良しになりました。出会いって不思議ですね。まあ、それほど美味しかったって喜んでくれてたもんね。でも俺たちご飯食べれなかったからマジ恨んでるよ。夜道に気をつけろよお前。だってマダムに会いに行こう。マダム、なんか怪しいことないかい。まあ、こうやって聞き込みしていくゲームだよねこれって。おはようダンディーダーを買った。私の金の指輪は見つかりまして、人はなかったなら見つけてくださると信じますわ。まだない。まあでもね、お話に出てきたのはこの俳優さんだから、この人関連なんかない。あれ、髪落ちる。大事そうな紙、難しくそうなことが書いてあってよくわかんないが大事そうなものだよ。何これ、大事そうな紙。ねえ、見てみましょう。よくわかんないやってやつ。なんだこの大事そうな紙。紙切れ1個見つかったけど、なんでここにあんだ。これってもしかしたらなんか新商品ので説明書きとか。じゃあ盗んだ犯人あいつで、どこ行ったのあいつは。いないけどみたいな。車掌、運転手さん。すいません。おはようございます。よく寝られましたか？今日はリバーサイド駅に停車しますよっていう。そんだけか。髪あったよ。トロンの部屋でね、拾った髪なんだかとっても大事そうじゃない ?6 号室に戻って、ホアンに見せてみる？オッケー、ペンちゃんに見せに行こう。さあ、6号室帰ってきてまいりましたよ。見せましょうか。これなんか知ってる？この髪。何か手がかりは見つけましたかな？これです。大事そうな髪。よくわかんないこと書いてるやつ。これ書類じゃないですか？なぜかこの髪。こんな紙が一体何の手がかりになると言うんですか。あったよこれ。お、ああ、それは私の書類の一部。マジか。なんですと。やはりそうでしたか。ルイジ君、これをどこで見かけたのかね。トロンの部屋。あいつ犯人じゃね。じゃあ1号室ミスタートロンの部屋ですな。そういえば今日は朝から彼を見てませんの。いなかった。どこにも。全部見たけど。となると列車のどこかに隠れてる可能性も高い。よし、ルイジ君、すぐにミスタートロンを探し出すのです。ってどこにおるんや。ねえ、どこかに隠れてる可能性があるから念入りに調査してくれ。ああ、あれがなくなったら私はクビだ。これどうしよう。ちょっとどこにいるかだよね。誰もいない。7号車、何も入ってない。誰もいない。ここサラリーマンの部屋なんだけど、サラリーマンいないもんね。どこかにいるんだろうけどな。どこだろうな。ダメだ。
まあ、困ったらクレジットに聞けばいいんだよね。まあ、探すのも各部屋だから、多分。隠れてそうなとこどこだろう ?4 号室?ミサとの探しましょう。片っ端から部屋見てくるのがいいかも。やっぱそうだよね。さあ、一応左側の部屋全部見てきました。よし、じゃあとりあえず全部見ていこうか。5号室。自分の部屋にいる可能性ありますか?あ、紙落ちる。やば。入ってきたのあいつ、ここ。またまたダイソーの紙が落ちる。同じような書類よ。犯人はこの部屋に。嘘やろ?嘘やろ?どこにおるの?ここ。ベッドのとこ。休みは、少しだけベッドで休みますか?じゃあ少しだけな。うん。ちょっとビビアンゆっくりしよう、少し。疲れたわ。回復した、やったー。どこへ?いないけど。ビビアン隠れるじゃん、一緒に一回。テレサみたいに出てくる?出てきた!うわっ!どこから出てきたんだよ!クソ!まだ捕まるものか!なんだこいつ!おい、なんだこいつ!おーっとっとっと!ギャッフーン!おい、泥棒!なんなんだこいつは!やはりあなたが犯人でしたか。ミスター・トロンのふりをして我々を油断させ、偽物やったんやっぱこいつ。その隙に他のお客のものをこっそりあれこれ盗んでいたとは。えぐーこいつ、うむ。しかし全て我が輩の推理通り、お前何もしとらんけど。何せ我が輩にはあなたが偽物だということはとっくに分かってましたからな。嘘つけ。そしてあなたこそルイジ君に脅迫状を送った犯人ですな。ディクショー、あとはリバーサイド駅でとんずらするだけだったのよ。あの有名なムービースター、トロの名を語る大胆かつ巧妙な手口。しかしあなたの不幸は我が輩が同じ列車に乗っていたことだ。そう、我が輩とピンク色の頭脳から逃れることはできない。可愛い色してんな。まあ、とにかく盗んだもの返しなさい。どこ?ほら、返さんか。ハンマー殴るよ。カバン、ニトロハニーシロップと書類が入ったとても重たいカバン。金の指輪、マダムローズがなくした指輪、かなり高価だよ。返してあげたけ、ちゃんと。貝殻でピアス、ウェイドレスがなくしたピアス、元彼との思い出の品だよ。とんでもないな、これ。ああ、私のカバン、ニトロハニーシロップは無事かー。大丈夫だよ、あるよ。返してあげるよ。ほれ。持っていけ、ちゃんと重たいカバンだよ。カバン返した。ある？ありがとうございます、シロップも無事だ、クビにならず済む。よかったな、ほんと。まあ、今回は大事件でしたが、我が輩にかかればズバッとこんなもんですよ。ほんまか?ピポパポーン。お客様にお知らせいたします。当列車はまもなく次の停車駅、リバーサイド駅に到着いたします。川の横駅。マジか。こいつ逮捕しといて、ちょっと。生でぐるぐる巻きにしたろ、ほんと。夕方です。5時か、今。おやつの時間過ぎちゃったよ。晩ご飯前ですね。小腹空いたけどちょっと我慢する時間やん、これ。くー、腹減ったなー。おやつ食べてー。犯人、います。ちゃおちゃおーじゃねえんだよ。お前らなんか捕まってたまっか。そんなことだったらマジョリンに怒られちゃうよ。マジョリンに?こいつは!トロンを語る泥棒とは、仮の姿、その正体は、ランペル様さ、ランペルかよ!マジョリーと一緒にマリオを痛めつけてやろうと思ったけど、こうなりゃもう逃げる気ないに。あとはマジョリーに任せたさ、やにバイバーイ。おいおいおい、ボスはさすがに捕まえれんか。くっそ、あいつ逃げやったな。外で出てみる、出口1号車あったわよ。そうだね、ビビア一緒に出るか。ちょっとでも先にさ、返してあげよう、あの、ピアスとか。1号車側だからちょっと後ろ行ってみるか、じゃあ、ちょっとこのまま。はい。じゃあ、元彼の思い出やで、これが。いらっしゃいませ。あったの?貝殻のピアス。あったよ。元彼との思い出。これよ、これ。あたしのピアス。ありがとう。これ忘れないうちに、ね、渡しておくわ。お礼。なんかくれんの?星かけくれた、ありがとう。いい子だね。あなたみたいな素敵なお客様は、初めてかも。ね、いい男だろう、俺。仲間なるか?トロン様が偽物だったんですって?やっぱりなんかちょっと違うと思ったのーっていう。
ねえ、ランベルだったらでもクリソツやったんちゃうかな。ねえ、どうなんだろう。本日のニラは得意料理、キノコ尽くしコステス最高。キノコのスープに始まり、キノコのムース仕立て、キノコの盛り合わせ、キノコのサフランソース、そしてデザートはキノコのシャーベット、花園風キノココーヒーで召し上がっていただきます。マリオ大歓喜嬉しいね。リーマン大丈夫だった？本当ありがとうございました。このカバンがなくなったら私の家族を路頭に迷わせるとこでしたよ。危なかったね、本当。お前も家族いるんやな。家族で来たらええのにって思ったけど、あれが会社のやつやもんな、確か。あれ、奥さんだけどうしたんですか？ねえ、コナリキンちゃんはお外に出てるざます。こんな列車が素敵だったなんて知らなかったざます。列車好きだったって、家族みんなに打ち明けたんやね。よいことや。ただいまリバーサイド駅停車してます。しばらく停車してますので、外の新鮮な空気吸ってこられてはいかがですか。まあ、ずっとなんか閉じこもってたらやっぱね、気分めいるからね。まあ、俺はめいらないんですけど、1ヶ月間外出なかったことあるよ。うん、コロナ禍の時は全然平気だった俺。すべてウーバーイーツとネットスーパーだけで乗り切った男です。どうも、ダイダラです。さて、みんないる？誰もいない。マダムにちょっと会いに行こう。マダムに、マダム、ちょっとお金ちょうだいいやいや、お金じゃない、気持ちでええです。誠意を見せていただけますかね。こちら返しますので。で、中でもいいで、中でも。どれがいい？私の金の指輪見つかりまして。あるよ、金の指輪、かなり高価なものだ。はい、どうぞ。確かに私がなくした指輪ですわ。ありがとう、涙を方。あなたなら見つけてくださると自信してましたわ。ささやかですが、これはお礼です。何くれんの？現金だ、マジで。ありがとう。中でもよかったんやけど、俺は。ではごきげんよう。指輪ありがとう。もしよろしければ、もう少しお話ししませんか？あなたはピカリーヒルズに、どんな用事で？まあ、ちょっと、ピカリー神殿に行きたくて。はい。ピカリー神殿、あそこにはとても大きな絵が飾られてますのよ。そうなんですか？どんな絵なんだ？あまりにも大きくて吸い込まれてしまいそうに感じるくらいですの。マリオ64始まるのかな。私はピカリーヒルズにある別荘に参りますの。別荘持ってるんだ、すごい。よろしければ遊びにいらしてくださいね。いや、行きます行きます。冒険のお話ゆっくりお聞きしたいわ。ねえ、ピスターストーンにご用事が。スターストーンに、それはもう美しい石ですの。知ってるんだ。ピカリーヒルズの神殿に収められてますのよ。ああ、有名なんだね。私は別荘にって話ね。行きます行きます。マダムのおかげでいろんな話聞けたね。絵があることと、そのピカリーヒルズにはもうスターストーンは有名だってことが分かったね。さあ、ランベルの部屋だ。こんにちは。ただいま燃料補給中でーす。外に出てみてはいかがですか。外から見たリッチリッチエクスプレスも最高ですよ。外から見るのも好きなのいいかもしれないけど、電車乗る方が好きだな。うん、見た目はなんかよく分かんないや。よし、出るか。まあ、フォルムかっこいいなと思うけど、新幹線だね。来たぜ。おー、ここがリッチ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 エクスプレスか。これ乗れないのか、はしごとかで上に行けない。一応、叩きながら歩くか。あ、いた。かっこいいな、僕もいつか運転したいな。そうか、オナリキンはそんな電車が好きなのか。あー、お父さん気づいたね、ついに。列車プレゼントしようとか言い出さないように。リバーサイド駅、リッチリッチエクスプレスが途中で止まるただ一つの駅。この駅で見る夕暮れ時の太陽を、大きくてとっても綺麗なことで有名なんですって。この景色を楽しめるのはリッチリッチエクスプレスに乗った人だけなの。リッチリッチエクスプレスってやっぱすごいんだね。夕焼けの景色が確かに綺麗だもんな、ここ。あ、なんかいるじゃん。こんにちは。大変です、聞いてください。どうしたの？誰かがそこの跳ね橋を上げてしまったんです。出発できません。跳ね橋は上げた？何しとんだ。いけないじゃん、前に。帽子をかぶった影のような怪しい奴らが、駅の中に入っていったから。うわ、マジョリンたちか。おそらく奴らがスイッチ室にある、跳ね橋のスイッチを操作したんだと思います。ただ、長い間使われてなかったので、スイッチのことは駅員である私もよく知らない。お客様に言うのも大変申し訳ないんですけど、噂になる戦い、マリオさんに、ちょっとスイッチ操作していただけたらなぁ、と。マジかよ。いや、嫌だ。いいえ、お金ください。ああ、一体どうしたら。現金払わんと無理ですね。やっぱマリオ、やっぱね、事前商売じゃないので。
うーん、ずっと部屋の中いたから息が詰まったんよ。散歩してお腹が空かせてからディナーいただくんだよ。まあ、腹すかせた方がうまいからな、飯は。ねえ。駅員よ。列車が無事、この駅を通過するのをいつも見守ってくれてるの。でもこんな周りで何もないところで仕事するなんて大変そうに。確かに。うん、ご飯とかどうしてんだろう。確かに。やっていって、やってきてやれよ。しゃないね。本当ですか、ありがとうございます。では、早速ですけど、これが駅の入り口の鍵です。ありがとうございます。はい、これでいいの？入り口の鍵。敵とかいいのかな？どうかよろしく。なんか回復ポイントあるから、なんか敵絶対いるよな、これ。ねえ。これなんだ、これ。わかんない。ルイジ君、先ほどの、ねえ、犯人はトロの偽物ではなく、真っ白なシーツをかぶった怪しげな化け物だったよ。一瞬隙をつかれてママと逃げられてしまったのが残念だ。ロープしてたのにね。そういえば、あとはマジョリンがどうこう言ってたの。マジョリンがどうこう、いい情報だ。リバーサイド駅です。燃料補給するための駅ですよ。昔は羽橋の下にね、綺麗な大きな川が流れてたんですけど、今はもう枯れてしまって、羽橋がただの飾りになってしまったよ。昔は川流れてたんだ。そんな事情ってことがあったんだね。さあ、こっち側、ない。スターピースをかけらない。さすがに1回ぐらいしか来るとこじゃないから、ないんだろうね。さあ、入ろうが入り口。もう開いた？開いたね。さあ、行きましょう、中へ。なんだ、ここは。敵いる。あ、バッチあんじゃん。出てとんだよ。くれよ。あのバッチ欲しいんだけど。ねえ。下、スイッチ室行きエレベーター。エレベーターキーはきちんと地下の事務室に戻しておくように。こっち。差し込み口。エレベーターキーがいるみたいね。鍵がいるんだ。こっちにあるのか、事務室に。相変わらずなんか書いてんだ、いろいろ。ねえ。ん？スイッチが。あ、これあれか。ちょっと待って、一旦こっち見るか。なんか全部変なとこにあんな。どうやってやるんだっけ、これなんか。こうじゃない。ぐに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 ってして、こうだ。転がっていきまーす。でーす。これでいいのか。おー、階段できたけど。いいねー。よし。こういうことよな。よいしょ。さあ、どんどん行こうか。ほい。なんか、変な地形だな、ここ。敵一匹ぐらいいてほしいな。戦いたいよ、俺は。さあ、開けよう。最近バトルしてないから、なんか腕なまってきた。いたよ、敵さん。ありがとう。いてくれてありがとう。BGM が、なんかおしゃれだ。なんだこの BGM は。よし、じゃあとりあえず物知りしてみましょうか。くもくもーん。新しい敵を、はい、てんてんと、くもくもーんね。くもくもーんよ。くも、黒くもーんと名前が似てるから注意してね。だってまあ間違えてはあんま問題ないけどね。最大ハートポイントは7、5ヒルか4ボケるか0。最大だけで体中に電気を溜めてから強力な雷を落とすことがある。あと電気溜めてるときは直接投入するとダメージ受けるわよ。雷の攻撃は全部吸収されるから注意してね。俺雷まとってるけど体に大丈夫っすかね。次々ジャンプ行きましょう。うーん、うーん、うーん。ゴーゴーゴー。やばいな、ダメージが。デーン。大丈夫これ。回収されない？ドゥーン、スーパーガード。もう前回っていうかちょっと前にさ、日野市直と戦って慣れちゃったよね、バトルは。慣れを、慣れをです、バトル慣れを。おいしい。じゃあもう一回次々ジャンプでやつきちゃおうかな。うぃーうぃーわーい。やっぱちょろちょろってことで。ケケジ割とおいしいね。やっぱ222くれるから6ポイント。でも一旦でやっつけることができないとかちょっとしんどいかもね、これ。うぃー、もう一回やっつけよう。全部やっつけていこうぜ、もうこんなの。はい、撃破。大したことないな、ここの敵も。よし、さあ行くかね、とりあえず。そうだ、こういうところはね、やっぱチュチュリーナが大事なんだよね。チュチュリーナ、アイテムあるよとか。ありますわ、オッケー、アイテムあるんだね、このエリアには。こういうことをね、やっぱ知ることが大事だと思ってますね。落ちましたね。これちょっと待って、めっちゃめんどくさい系のダンジョンかもしれん。ちゃんとやらなあかん。ねえ、ちゃんとやらなあかん。おい。おーい！テンポずれてんぞ、1個。黄色、緑、ピンク、緑、ピンク、青。順番がさ、なんか、やらしいね、これ。
はい、戻って行って、おい、なんだこのルートは。やらしすぎるだろう。取れそうな隙間とか見ていきましょう。どうぞ。ちょっとこれね、はい、くる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 って行って、これ大丈夫、なんか相手も落ちたりしてないですか、この辺。細かい隙間もちゃんと見ていきましょうよ、アイテム。あ、ちょっと待って待って、そもそも上になんかアイテムあるじゃん。わお、氷の息吹、イエーオ。違う違う違う、なんかある、まだアイテムあんだ。なんだこれ、鍵がある。ちょっと待ってな。あ、星のかけラケット、無駄もない。これ、この上のあの鍵か、多分。これ上から行かなきゃいけないルートだよね、これ。こうやってこうやってこんな感じで、どうすんこれ、出ていくんだ。え、届かんくね。あ、違う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 、ヨッピー、違う、ヨッピーじゃない、これおめえだ、ノコちゃんだ。来た、鍵ゲット。ノコ太郎久々に活躍したの見たわ。ありがとう、ノコ太郎。あ、もう何もないって、ありがとう。よーし、帰ろうぜ。さあ、リバーサイド駅再びです。ここかな、この先。さあ、駅の鍵使いましょう。何があるかな。む、これはなんだ。これはなんかわからんぞ。どこだここは。でーん、すげーな、こいつ体力あるかも。ベレベレバリバリ。とりあえずジャンプでやっつけちゃおうかな、一回。はい、はい、一体やっつけるとの、お、効かないようですね。そんな仲間チェンジしましょう。またクリスティーヌ、3本の色違いだよね、これ。物知りね、え、毒さ、毒持ちだこいつ。だる、毒、毒を、毒3本、ワントリー毒を持った3本ね。最大ハートポイントは8、攻撃力は4、防御力は0。どこどこ駅を受けるとじわじわハートポイントが減ってしまうから厄介だわ。あと見てわかると思うけど、体中にトゲが生えてるから踏んだりダメージ受けるわよ。まあ効かないけどね、俺は。顔をニヤニヤしていくと油断しちゃダメだよ。オッケー、怖えよこれ。うーい、毒食らわない、ガード成功したら毒食らわないってやつだよね、マリオあるある。いつもありがとうございます、マリオさん。よいしょ、そのジャンプでつけようか。せーよ、しナイスで防御2個つけてるからね、4の攻撃力だったらね、ガード成功で防御力1、ナイスで防御でね、1と1の2で合計3だよね。だから引かないと。ちょっと待って、ここみんな、ここみんなわかる、ここ、この隙間なんすかこれ。すー、きたー、ハート増える、ハート増える、まだあんだこれ、やば。ちょっと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 、マリオ体力ちょっと増やしたいねんな、さすがに。さすがに最近きついね。並び替えとくこれ。よし、久々に種類順。よし。最近辛いな、思っとんねん俺。ピンチで守る、ピンチで守る、外して、なんかついてたから。あと1外したいな、1。コインモドール外すか。これで、マリオは、つけよう。ハート増える。きたー、マリオのハートポイント20ですよ、皆さん。ついに最強になったか、マリオ。ありがとう、マリオ。いつもありがとう、マリオ。見てみな、ハートポイント20の大活躍、マリオ。トゥー。やっぱマリオ最高だな。いいね、20あったらって、もうなんかこの、木の進捗とかやけ、あいつ倒してる時にね、出たらなって思うよね、マジで。よし、じゃあちょっと久しぶりにあれ使いたいんだよね。囲んでポン。こいつらムカつくから。倒しちゃおうぜ、囲んで。はい、うーん、ドーン、よし、ドーン、え、ドーン、もういいよ、ドーン、ワンダホー。これ強いよな、囲んでポンって。マジでヒゲジュうますぎわろか。もうレベル上がるで、これ。マリオたちもマジレベル上げていかないといけないんだよね、今後のこと考えると。これ絶対あると思ったよ俺は。うん、マリオあるあるだよね、もうこの下にあるって。まあ一旦ここまでにしとこうかな、今日ちょっとなんか長そうだな、ここ。よし、さあ、じゃあ次回ね、この綺麗な夕日とこのステージを
ね、攻略していきましょうか。リチリチエクスプレス編ね、次はどうなるのかな、また見てください。おつぱよ、綺麗だな本当に。